こんばんは。ここからは HAB のスタジオからお届けします。まずは最新の県内ニュースからお伝えします。能登半島地震で被害を受けた道路などの復旧に費用がいくらかかるかを国が算定するための災害査定が県内で始まりました。今国交省と財務省の職員が輪島市の職員から道路の被害状況について説明を受けています。今日から始まったのは道路の災害査定で3日間行われます。輪島市内では被害に遭った市道およそ 1.5 キロのほか3箇所を査定します。七尾市内の道路14箇所も査定するということです。査定の種類は国が去年から施行している早期確認型で、手続きを簡素化するなどしてより早く工事に着手することができます。全般的には車道よりも歩道の方が、被災しているなという印象を受けました。難易度よりはその量が多いというそこの部分の課題はあるかなというふうに考えています。来週には輪島市とその他の地域で下水道の査定も始まる予定です。能登半島地震で被災した奥能登の西2町で今日から住宅の片付けなどを行う一般ボランティアの活動時間が延長されます。県が派遣する一般ボランティアは宿泊環境が整っておらず日帰りのため、これまで現地での活動時間は1日3時間程度に限られていました。道路状況が改善され移動時間が短縮されたことから、穴水町では今日から活動時間が1時間延長されます。帰りのバスの時間を遅らせることで4時間以上確保したいとしています。一人じゃ何にもできないですよ。みんなでやるとなんか片付く、助かります。今日からですよね、1時間延びるのが。このほか輪島市、珠洲市、能登町でも今日から活動時間が1時間半延長されます。長谷博知事は被災者支援を効率的に実施するため市や町と共同で被災者データベースを整備する方針を示しました。能登半島地震では被災6市町の住民およそ12万人のうち1万3000人ほどが現在も避難所で生活を続けているほか、被災地以外への広域的な避難も行われています。長谷知事は避難先や支援の状況など膨大となっている被災者情報をデータベースで一元管理することで災害関連死の防止や支援情報の発信に役立てたいとしています。2月16日時点で約誰がどこでどういう支援を求めているのかということを瞬時に理解をしてプッシュ型でサポートをお届けをすると、そのニーズを把握する上で県も協力をさせていただいていると。このほか県は支援者の宿泊場所の確保が課題となっている現状を受けて、能登里山空港でプレハブ式の宿泊施設82室134人分を整備する方針です。運用開始は来月を予定しています。地震で被災した漁業関係者を対象に県はなりわいの再建や雇用に関して説明会を開きました。能登半島地震では県内69の港のうち9割近い60の港が被害を受けました。そのうち22箇所で海底の隆起が確認されていて、水深が浅くなったことで漁船が移動できないなどの被害が出ています。こうした状況を踏まえ県は今日から被災した漁業関係者に説明会を始めました。金沢市の会場には能登から避難してきた漁業関係者およそ70人が参加しました。説明会では漁船や漁具を新たに購入する場合、県が無利子・無担保で貸し付けを行うことや、漁港の復旧にかかる費用は国や県などが全額負担することなどが説明されました。実質どういうふうに進めていくって話がはっきりしたままおっしゃったけど、期日切ったも一切ないんですから、こっちとしては続けていきたいけど現実的に今は、続けていかれるのか。
漁業事業者の支援制度に関する問い合わせは県の農林水産部が受け付けています。一方、農業に関する説明会には稲作農家を中心におよそ30人ほどの関係者が出席しました。説明会では県の担当者が農地や用水路の復旧をはじめ運転資金を借り入れる際に適用される支援について説明されました。県では今後も農業従事者からの要望をヒアリングしながら支援に反映する考えです。愛知県からボランティアに訪れた中学生や高校生らが昨日、能登半島地震で被災した能登島で家具などを運び出す活動を行いました。七尾市能登島野崎町で活動したのは愛知ボランティアセンターの中高生を含む43人です。被害に遭った住宅で家具や食器などの運び出しを行いました。この地区では復旧が遅れて断水が続いていて、現在も県による建物の被害調査は行われていないということです。ボランティア活動に参加したいという気持ちが強くあったので、木材とか食器とか日常のもうあっという間に奪っていったんだなっていうのを感じました。もうありがとうございますとかお疲れ様ですとか、もう温かい言葉かけていただいて、本当にこれで自分がこの貢献できるっていうのがすごく嬉しいです。助かった方がいいね、本当に助かった方がいいね。これ自分で出したら絶対出せんし、行政に頼んどったらいつになるかわからんし、今日本当に嬉しかった方がいいね、出してもらって。団体では今後も参加者を募り継続して能登島を支援する方針です。能登半島地震で発生した土砂災害の対策工事について国土交通省は今日、有識者らで技術的な課題を検討する委員会を設立しました。土砂災害対策検討委員会は国土交通省北陸地方整備局と県庁で開かれ、有識者や自治体の職員などオンライン参加も合わせておよそ20人が出席しました。国交省によりますと、地震により輪島市と能登町の6つの河川14カ所で大量の土砂が川を塞ぎ、水の流れをせき止める土砂ダムが発生しています。検討委員会では本格的な対策工事が始まる前に立地条件や規模に合わせて適切な方法を検討するということです。来月中旬から現地での視察を行い、雪が溶ける時期や梅雨の時期に合わせて国や県に対し必要なリスクや対策をアドバイスする方針です。今日は二十四節気の一つ、雨水です。雪が雨に変わる時期とされていますが、今日の県内は春のような暖かさとなりました。二十四節気の一つ、雨水は降る雪が雨に変わっていく頃で、農耕の準備を始める目安とされています。今日の県内は高気圧に覆われ気温が上昇しました。最高気温は金沢と小松で 21.8 度、白山河内で2月の観測史上最も高い 19.6 度となり、4月中旬から5月中旬並みの気温となりました。金沢駅前では雨に備えて傘を持つ人の姿が見られました。空気そのものが冬じゃないです。東京より暑いというこの驚き。全然過ごしやすいです。もうね、もう春を感じてますね。僕脱ぎます。脱ぎますね。すごい暖かいですよね。週の後半にかけてぐずついた天気が続く見込みで、加賀では雪崩や土砂災害に注意が必要です。番組では皆さんの声を募集しています。能登半島地震で今困っていること、今伝えたいメッセージを募集しています。投稿は HAB アプリの送る応募するの能登半島地震知りたい伝えたいみんなの声からお願いします。皆さんからの声をお待ちしています。はい、今困っていることとかね、訴えていきたいことなど、もしかしたら解決するかもしれません、心も安らぐかもしれません、どんなことでも大丈夫ですので、 HAB アプリから皆様の声お待ちしております。
さてこの後午後6時15分からもこちら HAB のスタジオから地震に関する情報をお届けしていきます。そして月曜日ということで毎週恒例のスポーツコーナーでは杖源金沢のオープニングマッチもね、はい、お届けいたします。こんばんは。再び HAB のスタジオからお届けします。この時間もまずは最新の県内ニュースからお伝えします。長谷博史知事は被災者支援を効率的に実施するため市と町と共同で被災者データベースを整備する方針を示しました。能登半島地震では被災6市町の住民およそ12万人のうち1万3000人ほどが現在も避難所で生活を続けているほか被災地以外への広域的な避難も行われています。長谷知事は避難先や支援の状況など膨大となっている被災者情報をデータベースで一元管理することで災害関連死の防止や支援情報の発信に役立てたいとしています。2月16日時点で約誰がどこでどういう支援を求めているのかということを瞬時に理解をしてプッシュ型でサポートをお届けをすると、そのニーズを把握する上で県も協力をさせていただいていると。このほか県は支援者の宿泊場所の確保が課題となっている現状を受けて能登里山空港でプレハブ式の宿泊施設82室134人分を整備する方針です。運用開始は来月を予定しています。能登半島地震で被災した奥能登の西2町で今日から住宅の片付けなどを行う一般ボランティアの活動時間が延長されます。県が派遣する一般ボランティアは宿泊環境が整っておらず日帰りのためこれまで現地での活動時間は1日3時間程度に限られていました。道路状況が改善され移動時間が短縮されたことから穴水町では今日から活動時間が1時間延長されます。帰りのバスの時間を遅らせることで4時間以上確保したいとしています。一人じゃ何にもできないですよ。みんなでやるとなんか片付く助かります。今日からですよね。1時間伸びるのが。このほか輪島市、珠洲市、能登町でも今日から活動時間が1時間半延長されます。能登半島地震で被害を受けた道路などの復旧に費用がいくらかかるかを国が算定するための災害査定が県内で始まりました。今国交省と財務省の職員が輪島市の職員から道路の被害状況について説明を受けています。今日から始まったのは道路の災害査定で3日間行われます。輪島市内では被害に遭った市道およそ 1.5 キロのほか3カ所を査定します。七尾市内の道路14カ所も査定するということです。査定の種類は国が去年から施行している早期確認型で手続きを簡素化するなどしてより早く工事に着工することができます。全般的には車道よりも歩道の方が、被災しているなという印象を受けました。難易度よりはその量が多いっていうそこの部分の課題はあるかなというふうに考えています。来週には輪島市と他の地域で下水道の査定も始まる予定です。なお石川県は遺族の同意が得られたとして新たに犠牲者2人の氏名を公表しました。今日までに公表された犠牲者の氏名は139人となりました。地震で被災した漁業関係者を対象に県は生業の再建や雇用に関して説明会を開きました。能登半島地震では県内69の港のうち9割近い60の港が被害を受けました。そのうち22箇所で海底の隆起が確認されていて水深が浅くなったことで漁船が移動できないなどの被害が出ています。こうした状況を踏まえ県は今日から被災した漁業関係者に説明会を始めました。金沢市の会場には能登から避難してきた漁業関係者
およそ70人が参加しました。説明会では漁船や漁具を新たに購入する場合、県が無利子無担保で貸し付けを行うことや、漁港の復旧にかかる費用は国や県などが全額負担することなどが説明されました。実質どういうふうに進めていくって話がはっきりしたものが欲しかったけど、期日切ったも一切投げたから、こっちとしては続けていきたいけど、現実的に今は、続けていかれなんか。漁業事業者の支援制度に関する問い合わせは県の農林水産部が受け付けています。能登半島地震で発生した土砂災害の対策工事について、国土交通省は今日、有識者らで技術的な課題を検討する委員会を設立しました。土砂災害対策検討委員会は国土交通省北陸地域整備局と県庁で開かれ、有識者や自治体の職員などオンライン参加も合わせておよそ20人が出席しました。国土交通省によりますと、地震により輪島市と能登町の6つの河川14カ所で大量の土砂が川を塞ぎ、水の流れをせき止める土砂ダムが発生しています。検討委員会では本格的な対策工事が始まる前に、立地条件や規模に合わせて適切な方法を検討するということです。来月中旬から現地での視察を行い、雪が溶ける時期や梅雨の時期に合わせて国や県に対し必要なリスクや対策をアドバイスする方針です。さて、今日は二十一節気の一つ、雨水です。雪が雨に変わる時期とされていますが、今日の県内は春のような暖かさとなりました。二十一節気の一つ、雨水は降る雪が雨に変わっていく頃で、農耕の準備を始める目安とされています。今日の県内は高気圧に覆われ気温が上昇しました。最高気温は金沢と小松で 21.8 度、白山河内で2月の観測史上最も高い 19.6 度などとなり、4月中旬から5月中旬並みの気温となりました。金沢駅前では雨に備えて傘を持つ人の姿が見られました。空気そのものが冬じゃないです。東京より暑いというこの驚き。全然過ごしやすいです。もうね、もう春を感じてます。僕脱ぎます。脱ぎますね。すごい暖かいですよね。週の後半にかけてぐずついた天気が続く見込みで、加賀では雪崩や土砂災害に注意が必要です。この後は特集です。発災後まもなくから営業を再開した七尾市にある2つの飲食店、再開を決断したのは能登への思いからでした。震災前の状態に少しでも戻れたらいいなというふうに思ってお店再開したんですけども。お好み焼き平野屋を営む杉本雄一さん、発災から2週間ほど経った先月16日に営業を再開しました。きっかけとなったのは、地震直後から手伝っていた避難所での炊き出しでした。当時お店に来てくださってた方とかもいらっしゃったんですか？おいでましたね。やっぱ顔を見てるとやっぱだんだん元気なくなってくるっていうか、やっぱ疲れてくるんですね、みんなその 集団生活っていうか、それにそれを見とるとなんかね、少しでも何かの力になれればいいなと思って、ね、ただもちろん被災した店内はクロスとかが破れたり、あとエアコンのカバーですね、カバーと電気のカバーがここにドンと落ちてたり、全部電部屋ですね。例えばこっちもこっちもですね、こっちもこういうところに、ひびがいったり、これもここに全部。厨房内の機器も揺れで落下し故障するなど、売り上げを含む損失は1500万円ほどを見込んでいます。さらに頭を悩ませていたのが断水です。水っていうのはどうやってこういう確保されてるんですか？はいはい、そうですね、お皿とか洗うやつは隣の中野と町はもう水で出るんで、親戚がいるんでそこから調達したり、トイレの水は近所の
方の井戸水使ったり、あとはミネラルウォーターですかね、結構購入しますけども、はい、だいたいお水ってどのぐらい、ちょっと感覚がわからないものなんですけど、今は節水してるので、最低100リットルは使います。このタンク一つでだいたいどのぐらい、20リットルなんで5つは使う、最低5つは使うんで、1日でここにある数の半分ぐらいはなくなります、ね、なくなってしまうということです。現在断水は解消しましたが、使用は生活用水に限られるため、人気の焼きそばなど水を使うメニューは未だ再開できていません。思い通りにはいかない中での営業も、お客さんと接する時間は特別だといいます。やっぱり開けてくれてよかったとか、ありがとうとか言ってくれるので、ね、自分自身もやっぱお客さんが元気に、ね、元気におったっていうのは、それはすごく嬉しかったですね。安否確認じゃないですけども、お互い元気でしたかみたいな感じで話できたんで、そこは、ちょっとまあね、感動じゃないですけども、安心した部分もあったんで、開けてよかったなというふうに思います。気持ちがやっぱり頑張ろうと思うんですけど、折れる通勤があるんで、そんな時にお話しするとちょっと楽になるっていうか、毎日お好み焼き作れるようになって、どうですか今の毎日って。そうですね、やっぱりなんかできることを一個一個していこうかなっていうふうに思いますけどね。最初はそのあったかいものを食べてもらいたいという思いだったんですけど、今はやっぱり少しずつ復興に向かっていかなダメなんで、やっぱりこの能登全体がそうしていかんと、能登がなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんで、多分みんな同じ気持ちやと思うんですけども、少しずつステップ上げていけば、それが集まれば多分必ず復興すると思うんで、そのノートを忘れてほしくないなっていうふうに思いますね。その、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございました。地元で40年近く愛されている百万石うどん門屋、店主の榊原郁子さんは発災時厨房で作業中でした。棚の目の前に揺れが来た時はいらっしゃったんです、そうですそうです。こういう丼、この下に置いてありますけど、この丼がここに全部設置されてて、これが異常にこうガタガタ、このぐらいの振動なんですよね。もうだからもうああみたいな抑えてたけど、もういろんなものが落ちてきて、何でも全部がもう全部揺れて落ちてくるので、ぐちゃぐちゃですこの辺は。で、あの奥のフライヤーに油いっぱい貼ってあったんですけど、その油半分に減ってたんで、はあ、すごい揺れだったんだなみたいな。地震の爪痕が店の至る所に残ったままでしたが、もともと井戸水を使って営業していたこともあり、断水の影響を受けず、電気やガスも異常がなかったため、発災からわずか2日で店を開けることを決めました。営業をするとかっていうイメージより、とにかくなんか人に来てほしいっていうだけ、あのうちを利用してほしかっただけなんですよ。トイレだけ借りに来られる方は何名かやっぱりいらっしゃいます。1日それも別に、どうぞどうぞ。ああもうどうぞどうぞ、はい。で、まあ、今はちょっと給水の制限をさせてもらってるんですけど、当場はあの裏から自由に給水していただいてたんですけど、自分なりの支援を模索する中で、被災前よりも価格を安く販売することも決断しました。卵丼は多分700円ぐらいだったと思います。今400円やってますけど、だいたい1品につき高価になれば300円から500円、まあどんなに低い、まあ、ものでも150円200円が違いますね。なんでその下げるっていう決断になったんですか。自分が本当の意味での被災者じゃないと思うからです、多分。私よりもっとひどい人なんているし、
今商売をしている人なんていないんじゃないかと思います。活気づけてあげようとか元気づけてあげようとかっていう思いで多分店開かれてるんじゃないかと思うし、私ももちろんそうだし、このまま行ったらちょっと怖いなとは思うけど、でもこれで行けるとこまで行きます。一つ一つあそこもやってるんだって、あそこもやったんだってって聞くと、あ、むちゃくちゃ嬉しいです。なんかこのまま真っ暗なんじゃないかなって。本当にゆっくりでもいいので焦らずに、でも絶対前だけ向いていきたい。怖い時もありますけど、でも前向いて。今あの2つの飲食店紹介しましたけれども、どちらにも共通しているのは本当に今は儲けとかそういう利益とかは度外視で、本当に能登のためになるような行動っていうのがすごい印象深かったですが、菅井さんどうでした？はい、あのここに来てご飯を食べることでなんかちょっとこう溜まってる気持ちとか、ちょっとひととき忘れられて、こうやつな、ゆっくりこう和める時間っていうのが過ごせるのかなっていうふうに感じましたね。はい、あの周りの飲食店の人たちがこう私たちも頑張ろうと思わせるようなね、あの本当に活気が見られましたし、ちょっと応援してみようというふうな気持ちもね、はい、みんなから出るんじゃないかなというふうな、みんな能登のこの愛というのを感じました。さて続いては生中継です。金沢のソウルフードのお店からです。いやータレが絡んでいていい色、おいしい。これはたまりませんよ。皆さん、私が今食べたものはですね、金沢の郷土食であります土壌のかば焼きなんです。うまいですよ。こんばんは、ビヨンスです。今日はこの土壌が食べられるお店ご紹介します。それがですね、宇多津山のふもとにあります鈴見町にあるこちらなんです。わ、すごい立派な。こちら去年の12月にオープンしました土壌のかば焼き専門店ラクトです。お店の営業時間本来はですね6時までなんですが、今日は特別に営業してもらっています。なんといってもこことってとてもいい香りがするんです。蒲焼きの焼けるいい香りがもう食欲をそそりますよ。もう早速詳しいお話聞きたいと思います。はい、オーナーの小坂さんです。よろしくお願いします。いや本当あのお店いい香りするんですが、なんといっても外観とってもおしゃれですよね。ありがとうございます。一番目を引いたのが入ってすぐのあの青色の壁ですよね。あれ何ですか？あれどうなんですか？酸化させたドーナツ。私は高岡で見た青銅、すごい似ててかっこいいなと思ったんですよ。まさにそれです。そうなんですか。いや本当お店のチャームポイントになっていますよね。あれが全てです。あれが全てなんですか？全てです。土壌ですよね。土壌です。でもあのお話聞いたところによると、オーナーはあの本来あの建設現場の足場を組む会社をされているんですよね。あ、そうですね。基本は足場屋ですよね。なぜこう土壌屋さんがやってるんですか？あ、僕がただ好きなのと、あとまあ急行電とかその辺のを見たらやりたくなっちゃったということです。そうなんですか。はい、でもほらね、まあ、好きだからといっても、こうやってなかなかじゃあお店をするぞっていうのってあります？いや実はあの4年ほど前から土壌の養殖をさせていただいてまして、あとはその急行電、先ほど言った急行電を活用したいなと思ってやらせてもらってます。そうなんですか。確かにね、こう街を歩くとね、休んでいる畑や田んぼなどありますもんね。でその土壌の養殖をしているところがですね、硫黄泉のふもとにある二俣にあるんですよね。はい、そうです。それもやっぱあれですか、休んでた畑を使ってですか？そうです、急行電をお借りして、あとは山の伏流水を使わせていただいて、まあ、まだお店には出てないんですけども、試行錯誤で来年ぐらいからそこの土壌を使えればと思ってます。あ、そうなんですか。あ、じゃあ今実際お店で出している土壌っていうのは？あ、国産の土壌を、引いて出させていただきます。そうなんですか。じゃあ今ここに土壌はいないんですね。あ、います。いるんですか？はい、今そちらにいますんで。見せてもらっていいですか？はい、どうぞ。土壌、あ、やっぱ土壌が好きですね。言う時も土壌って言うんですね。うまいですね。どっちが先言うかなってずっと思ってた。どうしました？いやいやいや、はい、土壌、こちらです。土壌、こちらになります。すごいで
上すごいでしょうさん。ご覧ください。こう水槽にたくさんの土壌がいます。これ何匹ぐらいいるんですか。この中でだいたい1000匹今入ってます。1000匹ですか。これ全部食べるようですか。ここの土壌は食べるようですね。そうなんです。そう、奥にもね水槽がたくさんあるんですけど、ここもじゃあここにも食べれる土壌がいっぱい入っていくわけですか。こちらはこっちで採卵したやつをここで孵化させて稚魚にします。なるほど。じゃあここは食べる水槽で、こっちからはその孵化用の、今から孵化させる水槽ですね。なるほど、そうなんですね。いや、なんといってもやっぱ生まれ育った美味しいね土地のお水を使って食べれる土壌、皆さん焼いてるとこ見たくないですか。見たいです。この後ね食欲をする映像皆様にお届けします。お楽しみに。楽しみ。いっぱいいる。炭火で一歩一歩丁寧に焼いていますよね。特別に厨房にお邪魔しているんですが、とってもいい香りが広がっているんです。私もですね先ほど一本いただいてるんですが、もう食べやすくて旨味が強いですよね。これは絶対に焼き方に秘密がありますか。焼き方もそうなんですけども、あれじゃない、うちは土壌の肝を一本一本丁寧に外して、あと刺し方も一本一本決まった刺し方で刺させてもらってます。なるほど。だから食べた時にこう土壌のかば焼きって苦味がある食べ物だと思ったんだけど、苦味が本当なかったんで、この土壌のかば焼きだったら子供でもパクパクと何本も食べられそうですもんね。そうですね、子供からお年寄りまで食べていただきたいと思っております。やっぱオーナーの子供も好きなんですか、土壌のかば焼き。最近好きになりました。そうなんですね。そしてやっぱりねかば焼きといえばタレですよ。タレもやっぱりこだわりが。そうですね、タレは配分はあれですけれども、これか入ってるものは大体どこも一緒です。あと配合はちょっと当社だけで考えさせてもらいました。それですよ。配合教えてもらえるんですか。それは勘弁してください。さすがダメですか。いやでも本当に醤油のね甘い醤油の香りもしていい味わいなんですよね。これねラクトオリジナルの秘伝のタレですからね。早速焼きたてをねいただきたいと思います。焼きたて向こうに用意してあるんですよね。焼きたてたまらない。これがですねこうまたオーナーおすすめの場所があるんですよ。こちらウッドデッキになっているんですよね。しかも今日は暖かいから、しかもですね、ちょっと今暗いから見えないかもしれないんですけど、うん、奥がですね裏山になってて自然を見ながらその自然をね触れながら食べられる場所になっているわけなんですよ。ここではでは私たちここにお邪魔しましょう、はい、うわここもいいですね。さあもう早速ね焼きたていただきましょう。こちらですね土壌のかば焼きです。早速いただきましょうね、うん、本当に一本一本綺麗ですよね。ありがとうございます。刺し方にはこだわってます。すごいですよ。これ一本おいくらですか。120円だ。120円ですよ。一本からしかも購入ができるということで、うん、こちらいいツヤです。なんとでも食欲をそそるこのいい香りいただきます。どうだどうだ。焼きたてはね最高ですからね。うん、タレと、おもうね、あの土壌のかば焼きなんだけども、このそのなんていうんですか、身がふっくらしていて身の肉質感も分かりますし、また皮のねこの焼けた感じのサクサクっとした食感もたまりませんね。いやこれはぜひとも皆さん食べてもらいたいですね。そしてこの場所で今後、まあ、お店の展開展望というのがあるんですよね、うんうん、そうですね、このウッドデッキを利用してあのドリンクを出して出させていただいたり、あとはちょっとほっこりしていただけるスペースにと考えております。いやいいですよね。そしてこのね土壌も養殖も今後ね力を入れていくということで、そうですね、お店に出す土壌を養殖したやつを使えるようになればと思っております、うん、あとは若い人たちの働く場所を作れればと思っております。すごい、そこまでの思いがあるんですよね。もうこれからもですね美味しい土壌を皆さんにお届けしますので、皆さんぜひともね召し上がってみてくださいね。今日はですね土壌のかば焼きラクトから中継でした。皆さん美味しい土壌せーの上最後もあれで締めたんですね。決まってましたね。どう菅井さんまだこっち来たばかりですけど、金沢来たばかりですけど、はい、食べたことは食べたことないです。あのでも焼きたてをね、うん、外で食べるのもまたね違った美味しさを味わえるのかなって感じました。美味しそうだった。そう、十分中継でもなんか香りがいい香りなんだろうなと、炭火がすごいいい香りなんだろうなっていうのが想像できますしね、うん、ぜひ素敵な場所ということで午後6時までで今特別に中継で開けてもらいましたので、ぜひお時間確認して皆さんどうぞ。